アイスホッケーアジアリーグの HC 栃木日光アイスバックスが今日、新しいシーズンの体制とスローガンを発表しました。また全体トレーニングも開始し、新シーズンに向け始動しました。今シーズンスローガンこちらになります。25 years blood sweat and tears。 新しいシーズンのスローガンは25年間の血と汗と涙を表す25 years blood sweat and tears です。今年結成25周年を迎えるアイスバックスは、これを通過点にこれまでに築いてきたものを糧として新しいものを積み上げていくという決意を伝えるメッセージ性の強いスローガンになっています。アイスバックスは昨シーズン全日本選手権で優勝したものの、リーグ戦では4位に終わり、プレーオフ進出を逃しました。4シーズン目の指揮を取る藤沢義史監督は、25周年にふさわしい結果をしっかりと出すため勝ちに行くと意気込みました。全日本選手権2連覇、アジアカップ優勝、また一番の目標のリーグ制覇、この3つのタイトル、しっかり見据えて、チーム全員で戦っていきたいというふうに思っています。キャプテンにはフォワードの鈴木健人選手が新たに就任しました。お、今年のアイスバックスか違うぞ、いつもと違うぞっていうところを見せられるように、僕が本当習慣づけからみんなに一緒にやっていきたいなっていうふうには思います。副キャプテンには新たに早田誠也選手と昨シーズンに続いて相馬修斗選手が務め、22人体制で戦います。また今日から始まった全体トレーニングでは選手22人全員が参加し、日光市内の体育館とジムで体力測定を行いました。ベンチプレスやスクワット、懸垂など合わせて7種目で持久力や筋力を測定しました。最後の種目のシャトルランでは大粒の汗をかきながら懸命な走りを見せました。優勝するためにアイスバックスに来ましたと、自分自身これからまずはバックスファミリーのこの中に入れるように一日一日大切にやっていきたいなというところと、持ち味がスピードなのでそれを生かしてリンクの上で駆け回っていきたいなと思っています。今年は結果を出さないといけないシーズンだと個人的には思っているので、まずはチームの勝利に貢献して、その中で自分の結果にもこだわってやっていきますので応援よろしくお願いします。チームは7月15日から氷上練習をスタートさせ、8月のプレシーズンマッチを経て9月7日に韓国でアジアリーグの開幕戦に臨みます。